本日は、東京地方裁判所の方に、中共志田政府の訴訟提起のために参りました。その件について、今いらっしゃっているのが、桜井党首、そして弁護士の木村先生です。どうぞお願いします。ということで、今日は6月の3日でございます。明日6月4日 の、 天安門事件のですね、当日に記者会見を行いますけれども、とりあえず今日はですね、6月3日ということで前日、今日にですね、この裁判所の方に、提訴状を出そうということでやってまいりました。はい、ダリンの弁護士の村正和です。よろしくお願いします。一応本日に間に合うようにですね、中村幹事長と合わせまして、出勤作業を行って、本日に至っております。で、本日これから裁判所の方に訴状を提出したいと思っております。